皆さんこんばんは。到着いたしました。ただいま9時32分です。これとこれね、買ってきました。あとビール、早く食べて早く寝ないと明日朝早いです。明日は朝一からこれ持ってね、キャンプ行きますよ。乾杯。お先いただいております。あー美味しかった。ごちそうさまでした。お腹いっぱいです。明日はさ、5時のバスに乗りたいんだよね。さすがの大勢もね、暑くなるみたいなので、炎天下の中歩きたくないじゃん。そうすると4時半起きだよね。4時半で間に合うかな。片付けて、着替えて。4時半か。その次はね、もう1時間後になっちゃうんだよね。起きられるかな。とりあえず早く寝ましょう。皆さんおはようございます。4時17分、起きられました。というかほぼほぼ寝られてないというか、今扉を開けるととっても涼しいんだけども、閉め切ると暑かった。そしてね、どん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 車が来るからね、ゲートの隣というか車止めちゃったから、そのたびに目が覚める、うん、歩けるかな。お空も明るくなってきたので早く準備しなければ。もうね、バス停に並んでる人がいます。急ぎます。健常者ですかね。はい、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。おはようございます。はい、どうぞ。はい、お願いします。鳩町峠休憩所でございます。さっきトイレには行ってきたので、ここのトイレは大丈夫。涼しいうちにどんどん進まなきゃね。バスもいっぱいでしたよ。みんな朝早いんですね。
出発行ってきます。ここで左手で落として右側通行。ちょっと歩ってみたら思ったより靴が緩くて縛り直してみました。鳥の鳴き声がいい感じ。今 150m 地点でしたが 3.3km ってあったからまだ 3km 以上、次の休憩所まで歩かねばなりません。ここから木ですね。何気に石は歩きづらかったです。おお、木道になりました。こう木道見るとなんかね、山の中だけど尾瀬っぽいって思っちゃう。スマホ拾いました。あ、スマホですか。あ、これかな。すいません。あ、よかった。はい、すいません、ありがとうございます。いいえ、みんな早いな。スマホを取りに戻ってきたお兄さんも70メートルぐらい先歩いております。下の川っていうんですかね、沢っていうんですかね、見えてきました。これだけでテンションが上がります。クマさん、クマさん、クマ鈴を鳴らしてください。こうですか。はい。おお。マイクあったけど反対側だ。反対側の人が鳴らす？でも鳴らしちゃおう。いい音。おっきい岩がありました。右側通行だと木はこっち。帰りはこっちかな。河川、川上川って読むのかな。綺麗だね、川が。いいね。あ、見えてきた。山の花ビジターセンターでしたっけ。そこで 3.3km、 その先トイレがずっとなかったような気がするので、トイレ休憩一度取りたいと思います。テント張ってありますね。こちらでもテント泊できます。ではトイレに。OK。 トイレがとても綺麗です。こうやって荷物置く場所もあってね。
っと休憩です。水分補給 OK、 トイレも OK、 念のためクマさんのスプレーです。使わないことを祈ります。今はここ、次はここまでね、休まず 2.2 キロ、その後は竜宮まで 2.2 キロ、そして最後見晴らしまでが 1.6 キロ。前はこっち行ったけどね、今日はずっと行っちゃいます。クマさん出ているそうです。今通ってきたとこもあったんだね。ともうちょっと先もか、気をつけましょう。ま、気をつけたってね、出るときは出るんだよ。クマさんだって生きてるんだからね。出発。あー、休憩所とオゼロッチを越えて50メーターぐらいかな、開けた。これぞオゼって感じですよね。はあ、お天気もねそんなに悪くなく、でもちょっと雲があって太陽が隠れております。助かるね、日陰ないからね。はあ、気持ちいいね、空気が美味しい。お、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 川だ。原の川上川橋、ちょっと逆さまですが、クマさん出たのここら辺。ちゃんとこうやってね、草刈ってくれてありますね、ありがたいね。この草刈りする人怖いだろうね、そういう人がクマさんに襲われちゃったのかな。沼がいっぱいになってまいりました。そして今日の目的地はここら辺。振り返るとシフト山がとっても素敵です。あの山に登ってった人もいましたよ。すげー。空気が冷たくてね、とっても美味しいです。夏が来れば思い出す、遥かなおぜ遠い空。ちょっと休憩。日は出てなくて朝早いけど暑くてほっぺが痛い。曇りでも焼けますからね、ちょっと塗りたいと思います。汗をかいてみんな落ちちゃう。
逆さ火打ちでございます。ほら綺麗ですね。あれ近づくと山がちっちゃくなっちゃう。あー素敵。心が現れます。やってまいりました。よいしょ、分岐でございます。前はねあっち行ったんですが、今日はこっち。続いてここから竜宮というところまでね 2.2 キロ、じゃんじゃん行きましょう。ちっちゃい白カバだ。あと3分の1ぐらいになったかな。お、やってまいりました。見晴らしまであと 1.6 キロ、もうちょっとです。休憩。お日様が出てきちゃったね。暑いね。トカゲちゃん尻尾がないね。なんかに襲われちゃったかい。よし出発。竜宮小屋までやってまいりました。前ね2年前3年前4年前、お出に来た時は閉まってました。コロナで酎ハイビール。うおぉ、竜宮小屋を越えるとまたこんな林の中、森の中、ちょっと涼しい、嬉しい。沼尻川ですかね。橋が斜めなんか斜め なんだ、この先群馬県
島県入ったの？看板ないよ、福島。あれ？ということで福島県、よし、こんにちは。おお、近くなったぞ。見えてまいりました。キャンプ場は見えませんが、キャンプ場の隣の山小屋の集落っていうか、なんというか、見えるかな。よいしょ、ほら見えた。もう着いちゃいます。早いな。見えるかな。綺麗ね、お水が。水場所もね、すごいでっかい。咲いてたら素敵なんだけどね。咲いてる時期には怒られませんでした。今ここに見えてるね、白樺林というんですかね、白樺がいっぱい生えている。ここを抜けると、もうちょっとです。また開けちゃったよ。おお、すっごい広大な。すげえ。よいよい、最高です。よし、とりあえず到着かな。うち小屋。お、見える？トンボさんに止まられた。あららら、ら、あそこで受付。トンボさんいつまでついてくる？私のことが好きなの？私もあなた大好きよ。え、どこまで行く？本当に行く？ずっと行く？あらららら。お、バイバイ。キャンプの申し込みはこちら。到着してしまいました。まだね、昨日の方かな、お片付けしてます。8時58分。早っ。さあ何をしようか。今日の寝床できました。
中はこんな感じでございます。10時55分です。だいぶ早く着いちゃったしね。周りにある山小屋見ていきましょう。おー、見える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 、ほら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 、鹿さん遊びに来ております。びっくり、大声出しちゃいけなかったね、ごめんね。こんな近くに鹿さんがいるんですね。つけたし、遊び行きましょう。うまいね。あ、いい匂いですね。ラーメン、ラーメン。やっぱラーメンでしょう。結構麺いっぱいだな。ごちそうさまでした。ビールとラーメン、ごちそうさまでした。美味しかった。やっとお昼を過ぎたところです。なので山小屋をはしごしようと思います。混んでる。私はね、これ食べたいの。フレンチトーストです。本当はね、これにアイスがつくらしいんですが、3連休の後だったのでアイスが終わってしまったそうです。またね、来ることがあったら次回こそはアイスのあるフレンチトーストをいただきたいと思います。いただきます。フレンチトーストおでこ屋さんでした。さあ次はどうしようかな。うん、お腹いっぱいです。ちょっとね、山小屋価格でお高めですが美味しかったです。そしてやることがありません。まで暇になってしまいました。本当は歩き行ってもいいんだろうけど、私は昨日の夜あまり寝られなかったのでお昼寝します。おやすみなさい。お昼寝をしておきたら、とってもガヤ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 声がしますね。おー、いっぱい人がいます。びっくり。小学生？中学生？大変です。記念撮影ですね。参った。通っていいのかな。寝ている間にとってもいい青空になっておりました。
子さんがいっぱいです。トンボさんといっぱいお友達になれます。ありがとう。ポップコーン食べようかなと思ったら最悪です。バターでベトベト。拭いては見たものの落ちません。早速ですが、明るいうちに夜ご飯始めたいと思います。早速ね、まだ冷えてるからこれから乾杯。コーヒーも美味しいけどやっぱりお酒が美味しい。火が見えないね、明るくてね。強すぎんのかな、弱すぎんのかな。簡単ご飯、お湯を入れるだけ。線まで入れて、あちゃ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 、あっち、あ、ほった。うん、あちゃ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 。いいね。
まだね7時過ぎたところでちょっと明るいのですが、私昨日寝られておりません。お昼からずっと眠かったのでもう寝ちゃおうと思います。明日も早いしね。では皆さんおやすみなさい。おはようございます。ただいま4時30分です。テントがびっちょりです。とりあえず荷物を外に出して乾かしながら朝ごはん食べようと思います。朝ごはんはカニパンさんとコーンスープ。コーンスープ大好きだから3袋全部使ってます。いただきます。お世話になりました。では帰ろうと思います。遠回りしようかとも思ったんですが雨が降っているため来た道を戻ります。急ぎます。雲が昨日よく見えたけどね。お世話になりました。また来るね。ちょっとね雲が切れ間に青空というほどでもないけど光が見えるようになりました。雨も止んでしまいました。急いで出てこなくても大丈夫だったっぽい。よかったよ濡れずに帰れそう。見えますかね群馬県。群馬県に戻ってまいりました。竜宮小屋まで戻ってまいりました。はい、通過。どんどん行かないと。ああ、木が。どんどん行かないと思いのほかまた雨が降ってまいりました。やばいやばい。日光きすぎちゃん鹿さんに食べられないでね。沼がいっぱいあるとこまで戻ってまいりました。やっぱり雲だね。こうにあるんだね。仏山も雲だね。ちょうどお山と山の真ん中辺のような気がする。そういえばさ沼にもこうハスの葉っぱのちっちゃい版みたいのがいっぱい浮いてる沼と全然こうない沼と何か違うんですか？水が違うんですか？とっても不思議です。
ちっちゃい、かわいい赤トンボ。真っ赤っかです。真っ赤っか、目まで赤いんだね。ここはここは気をつけねばね。おお昨日みんなここでおおって言ってた。シーソーになっております。はあ、休憩終わり。7時25分です。最後の山道に入ります。最後の山道登りになります。一番きついんだよね、行って帰ってくるときにね。頑張りましょう。子供の頃はいっぱいいたんだけどね。でんでんむしむしかたつむり。お？カタ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 。キツツキですか。さてさて、この先はクマさんのね出没地域ですから。大丈夫でした。あ、ここでまあまあ平らなところはおしまい。はあ、ここからが地獄の階段の山道です。出発。どん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 行かないとね。あと 1.1 キロ。もうちょっとだぞ、頑張れ私。すごい荷物だ。おはようございます。すごい、ほっかさんは毎日なんですか。すごい。90メートル。ちょっとこうやってね、石も出てきました。あと870メートル。死んじゃう。すごい。3人目のほっかさんです。4人いると聞いているので、もう1人すれ違えるかも。すげー。
4人目の北海道。すれ違いました。すごいお荷物ね。フィシに変わりました。おはようございます。フィシに変わったということは、あと350メートルぐらいかな。頑張るよ。もうちょっとだよ。お、ピピーって笛の音がする。工事中ですね、きっと。ゴールだ。バスに乗れそうです。急ぎましょう。帰りのチケットも OK です。8時40分のバスで帰ります。バスバス、あれに乗れるんですかね。バスはお客様方どちらでございます？トクラで。第一駐車場、はい、第二。第一です。左行ったらそういうのがある。バスを渡りました。やった、一番乗り、一番出社長、イエーイ。無事に帰ってこられました。あとはこのバスでトクラの駐車場まで乗せてもらうだけです。クマスプレー大丈夫でした。クマスプレーって期限があるのかな。8時40分バスが出発いたしました。帰りもよろしくお願いします。ありがとうございました。お世話になりました。到着しました。駐車場でお着替えしました。ワンピースです。そして帰りに足湯に寄り道。尾瀬市場というところ無料です。最高です。